た声が闇を照らす光となりますよ。ああ僕の歌声がみんなに笑顔を届けますように。はいどうもこんにちは、チャリと申します。はい、じゃあね今回は第3回チャリハイの方をねやらせていただきます。まあ半年以上ぐらいの主催となります。第1グランプリ、柴犬市個人戦ってことで、じゃあロゼッタでいきます。まあはい、僕がね久々に第3回主催って、まあ 100cc ですね。はい、じゃあ僕タクヤ、ビビアンさん、シンさん、ダルさん、カグラさん、ソライ、ユー、ランダーさん、ロレちゃん、アレキさん、ソウリョさん、リーフさん、12人ですね。はい、じゃあまあ主催久々にやらせていただきます。もうめっちゃ緊張する。ですね、まあまあ僕がねこうして半年以来以上にね主催するわけなんですけど、めっちゃ緊張しておりますので、まああと主催ってこともありますのでね、今回はちょっと真面目に実況させていただきます。さあいきなり来ましたね、アイラブスノボッス。さあアイラブスノボッス来ましたよ。はい、まあこんな感じですね。はい、と第一コースがスノーボードクロス。3、2、1、ゴー。とはいえね、まあ普通に真面目に実況するとは言ってますけど、ラムラッシュなのチケモンだな普通に言うと思いますね。ただ単に緊張してるから判定入ってずにいけないってだけで、はい。そう、ビビアンさんは相変わらずのドンキですね。ダルさんがパンスカー、あっとミスなんか当たってる。さてと、まあ久々にね、ほんと去年の8月以来のね僕が主催することになりまして、第1回目からはほんとね、なんていうかな、1年ぶりですね。1年以来、第1回目マリカ歴もう1年以上あるっていうのに、まだまだ3回しか主催してないという立ち回りですよ。はい、ラブバナナよいしょ。さあ4位ですね。ラブダッシュできねえ。さあ1位は DD だからシンさんかな。あれシンさんどうした、あミスったかな。さあリークさんが前に出た。ほんとね今回ね久々の主催だからね、人が集まるかなとかいろいろ心配してたんですけども、応募だけでもね29名の方が集まってくださいましてね、もうそれだけでも本当に嬉しいですね。本当にありがとうございます。さあ2位だ、まあ最近なんていうかな、主催者 FB って言葉があんまり聞かないんですよね。もうそれだけみんなが真面目にっていうかね、もうみんな楽しんでるっていうのがねよくわかりますね。これはいいや、こっち行くと多分これは落としたんだから、あれ落としたんだよ、なってないのか、誰か赤ひいるな。よいしょ、トゲが来ないですね。よいしょ、ふう、まあ開始は2位ですね。ふう、あー危ない危ない。いやー主催するとねやっぱ緊張とかいろいろありますけどね、頑張っていきましょう。さあリーフさん、僕、ダルさん、アレキさん、ソウリョさん、イユ、ロレちゃん、シンさん、タクヤ、ビビアンさん、ランダーさん、カグラさん、この12人です。はい、皆さん今日はよろしくお願いします。
はい、じゃあ次はココナッツボーですね。あれ、なんかマリオのスタバーが言ったのは気のせいかな。うん、どうだろう。あ、セプターか、なんだセプターか、そりゃあんだよかった。まさかアレキさんがセプターで来ると思わなかった。自分が普通にローゼバル行っちゃってる。うっそいや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 そんな落とされ方するか。はい、七色に光るスターが出ましたね。いきなりこれですか。特に回線落ちとの方はいらな い, いないようですし、よし今日は順調かな。とう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 と、40秒経ったか。ってことはそろそろ一発目サンダーあってもおかしくないタイムではありますね。今日は結構ロゼバーが多いな。最初はそんなにデジマがいない感じですね。まあ自分がデジマじゃないっていうのもあるけど、まだ使わないでいいか。よいしょ、じゃあ少々いきましょうか。サンダー回避あるかな。いや、ないな食らなかったか。クッパとか結構個性的なキャラが多いですね、マリオだの。わあ、そこに来たか。DH さん食らしてたのかな、回避したのかな。おー、危ない危ない。あんまキノコとか出ないからラムダッシュが言えないな。はい、来ましたよ。来ましたよ、やっと出てきてくれたの。危ねえ、ラブラッシュ。危ねえ危ねえ。いや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 、ランダーさんが持ってるね。これは前に投げてくるのかな。来たね。でもよかった、かわしといてよかった。危ない、ラブラッシュ。さあ3周目ですね。ベビーマリオか。1は多分家だね。あ、トゲいったから。おっと、ま、アリキさんどうした。さあトゲが行きまして、さらにラブラッシュですね。ここでやっと僕の本領が発揮っていったとこかな。ラブラッシュ。さあ赤コーラ、はい、ほらはい、ここでサンダー来ますか。シンさん回避か。あー、ダルさんも回避かな、これは。じゃあ5位ですね。はい、今日は安定しますね。はい、リーフさんが、わーすげえ、2連続1位だ。はい、まあ順位はこの通りになっておりますね。さすがリーフさん。はい、 SSC マリオサーキットですね。うー、運ゲーか。はい、行きましょう。おー、まあ個性的なキャラが多い中での、そしてラブラッシュいきなり出てラブラッシュ、はい、1位に流して、おぶろっチェケボン飛んできた。まあここはね、逃げ切りも可能ですから、もう一番前出ましょうか。あー、でもシンさんが持ってんな。斜め狙いか。おっと、ビビアンさんが前に出た、そしてソウリアさんも前に出た。これ結構ロセッターが多いな。ここアイテム入れ替えようかな。ちょ危なあー、これは、うん、おいあれ意外とかわした。無理だなと思った。またチケボン来たよ。チケボン多いな。さあ今度は僕がこれですね。おい、ギリギリヒット。さあサンダーが来て、なんか後ろがめっちゃ上げ、うん、回避ちゃうのかな。いや、キラーか、回避じゃなくてキラーの人か。再開でサンダー使ってキラー的な感じですね。しゃあラムダッシュ。どう、ダルさん何持ってるかな。アッコーラではない感じですね。ソウレさんは多分イーアンさんに向かって投げるかな。あ、ダルさんそれか。さあ3位かな。何も来ないな、トゲとか来ないですね。うわー、あ、今行った。よし、
ビビアンさん、ゴール前投球券お疲れ様です。はい、なんか安定してるな。とか言うとね、次のコースだってフラグになるんですよね。はい、ダルさんが1位、そして僕が2位でビーフさんが3位と、まあさっきの1、2、3位が上位3位になるって感じでしたね。それじゃあ最終コースいきましょう。はい、メープルツリーハウスがラストコースとなります。100cc とメープルってなると最初右側 NI でいけるかな。ちょっと行ってみましょうか。やっぱり低い人いたか。リーフさんもいった。さあ最初からいけないスターですね。キラそこで使った、すごいな。俺ちゃんがクッパか。はい、まあここはこうなるか。最初のメープルハーツイハウスのこの花ちゃんがね、ちょうどいい感じでたまに通ってくることがあるから、それに気をつけなきゃいけないっていうね、芝居なんですよね。さあ結構混戦になっておりますね。さあどこで使おうかな。おっマジか。これぺっちゃんこですよ。ぺっちゃんこのゼワールですよ。おいきないか。これは EU じゃないってことはもうすでに誰かが引いてて使った感じですね。よいしょ。そして3個トリプルラムダッシュ、3回ラムダッシュ、またさらにラムダッシュですね。まあ2周目だからそんな問題ないですね。ラムダッシュ、さあ行きましょうか。ラムダッシュ、いやラムダッシュ売りたいですね。とか言ってあるとラムダッシュを引くクオリティなんですよ。ラムダッシュ、3回目ですね。トリプルキノコ引くのね。トリプルキノコ率ほんと高いですね僕。何が起きた。またラムダッシュですよ。さあラムダッシュ、押しちゃったかなこれ。ラムダッシュ、またですよ。5回目じゃないこれ。5回目ぐらいですよこれもう。ラムダッシュ、はい5回目ですね。6回目。なんでこんなにラムダッシュ、トリプルラムダッシュなのかな。6回目ですよこれもう。でなんか4位まで上がって7回目、来なかった。7回目はさすがになかったですね。こう行きますか。うわダメか。おお、ニスボ。さあタケアが上がってきて、僧侶さんも来た。そしてまたラムダッシュ、1回越しての7回目ラムダッシュ。うわ危ねえ。さあロレちゃんとシンさん抜けたなこれは、うん、あシンさんは追いつけるか。あーわーっと危ねえ。最後は3位かな。はい、うーまあ安全に行きましたね。これはロレちゃんが逃げ切りですね。うん、トゲは本当に来ないですね今回ね。はい、じゃあ結果はリーフさん1位、僕が2位、ダルさんが3位、シンさんが4位、ロレちゃん5位、以下ご覧の通りです。はい、じゃあ第1グランプリ、終了です。それでは第2グランプリに続きたいと思います。